メルセデス AMG、メルセデス 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 AMG は、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが展開する、スポーツレース系のブランドである、究極のハイパフォーマンスを追求する、モデルと位置づけられている。元は独立チューナーの AMG だったが、1999年に、ダイムラークライスラー、当時に吸収され、さらに2014年からは、 メルセデス AMG として、メルセデスベンツのサブブランドとされている。1967年、レース用自動車エンジンの設計会社として創業。創立者のハンス・ベルナー・アウフレヒト、エンジニアのエアハルト・メルヒャー、アウフレヒトの故郷であるグロース・アスパッハの頭文字を、取って、AMG とした。その後、1971年のスパ・フランコルシャン24時間レースでの、 300セル6.8のクラス優勝によって AMG の長世にとどろくこととなる。また DTM ドイツツーリングカー選手権では1986年の参戦以来160のレースで勝利し10のドライバーズタイトル15のコンスタラクターズタイトルを獲得 DTM 史上最も成功したチームとなっている。第1には2012年に メルセデス AMG ペトロナスチームとエンジン担当のメルセデス AMG ハイパフォーマンスパワートレインズが代表となって参加している。さらには1996年以降メディカルカーとセーフティーカーを提供している。ブラバスやロリンザーなどと同様にアフターマーケットにおいて主にメルセデスベンツの乗用車のチューニングを手掛けるようになった。 1980年代半ばからは公式にメルセデスベンツへの部品供給が始まり、1993年には初の共同開発者 C36 を発売、1999年にはメルセデスベンツの一部門となった。現在は BMW の M モデルやアウディの RS モデルなど同様高性能エンジンを搭載したモデルを担当している。 スポーティな付加価値のついた部品に関されるブランドとなっている。AMG モデルの開発はメルセデス側が新車開発する初期の段階で AMG 側に車両情報を送るところからスタートする。そのためメルセデスの新車公開とほぼ同時に AMG モデルを公開することができ。最近では AMG モデル以外にも通常モデルのオプションとして AMG のアルミホイールやエアロパーツが販売されている。また、メルセデスベンツにも AMG スポーツパッケージ、AMG ラインと呼ばれるオプションがあり、AMG モデルを購入しなくとも、それに準じたエクステリアに仕上げることができるようになっている。1980年代後半には、三菱自動車工業のギャランやデボネアのチューニング、ギャラン AMG。 デボネア AMG を担当したことがある独立企業時代からモータースポーツに関わっており現在はドイツツーリングカー選手権での活躍が見られる1996年からは第一のセーフティカー及びメディカルカーを担当しているの前述の通りである元来大廃棄量のモデルが中心だったが 現在は2.0リットルエンジンを搭載した45系も展開している。本社工場はドイツのアファルターバッハ、アフォルターボックにある。近年ではワンマン、ワンエンジンの主義のもと AMG ファクトリーの熟練校、マイスターが1000人でエンジンを組み上げている。AMG のファクトリーで組み上げられたエンジンには担当したマイスターのサインが描かれたプレートが特別に貼り付けられる。 当時 AMG の輸入元だった AMG ジャパン、ヤ柳瀬の子会社が取り扱っていた頃はモデル名の前に AMG の名前が入っていた例メルセデスベンツ AMG C36 が2000年10月にダイムラークライスラー日本当時に輸入権が譲渡されて以降はモデル名の後に AMG の名前が入る形例メルセデスベンツ C63AMG に順次 移行していった。その後、サブブランドのメルセデス AMG が立ち上げられたのに際して、モデル名の前にメルセデス AMG と入る形、例、メルセデス AMGC63 と, AM となった。極めて強力なエンジンと強化された車体やサスペンションをお持ち、サーキットなどスポーツ走行にも適合しており、通常モデルよりも強固でハードな乗り味の車に仕立てられていることが、 AMG モルの特徴である。かつての AMG モデルは、ボディ同色のフロントグリルやホイール、低められた車高、そして大型エアロパーツなど、威圧感を強調した外観が特徴だったが、メルセデスの参加に入ってからは落ち着いたスタイリングとなっている。外観上の違いは、各モデル専用のアルミホイールやエアロパーツが装着され、リアエンド右上に AMG のエンブレムが付くほか。 リアエンド左上には C63、S65 というような数字二桁のエンブレムが付く。AMG 各モデルの名称方法は過去1990年代前半までの車両ではグレードの後ろに増加した排気量や AMG におけるバージョン及びバルブの数を併記するという方法が取られていた 0190E3.2、400ES3。 300 CE6.0 から 4V ワイドバージョン、ハンマー、5 6 0 s e c 6 0から 2V などが、1993年にメルセデス・ベンツ本社との共同開発者 C36 が発売されて、以降は前日の数字2桁の表記方法に順次移行し、具体的なベースグレードの概念は現在はなくなっている。ただし、 W202 の AMGC280 や R170 の SLK230AMG は例外的に三桁の表示を採用しているが、これはこれらのモデルのエンジンに AMG の手が加えられていないことによるものである。また、ノーマル車の外観を AMG 仕様に仕立てた後に AMG のエンブレムに付け替える行為 E350E63 などは、 一般にエンブレムチューンと呼ばれている。ザシベリーなどのコラムでこれらの行為が紹介されており、エンブレムチューン済みのメルセデスがかなりの台数存在するのが実情である。なお、正規の AMG モデルにはリアウィンドウ左下、もしくは後部サイドウィンドウに銀色のステッカー、複製防止のため再使用不可のステッカーとなっているが貼られている。 専用パーツとして強化ブレーキシステムや AMG、スポーツサスペンション、チューンされたエンジン、4本マフラー、内装等が搭載される。加えて一部の日本販売モデルには AMG モデルをさらにチューンしたパフォーマンスパッケージが用意されている。なお2006年より AMG の各モデルをさらに強化した特別なモデルをブラッシ,ュシリーズとして限定販売している。 内装やシートにも通常モデルと比べて高級な素材を使用することが多く、質感も向上している。AMG のロゴが入ったスピードメーターは時速 300km 以上刻まれているが、実際には一般の欧州車同様時速 250km でスピードリミッターがかかる。ドイツ本国では優勝オプション扱いでリミッターを外すことも可能だが、 その場合は使用するタイヤをはじめとして、コンディションを厳格に維持することが求められる。日本においては、モデルによって追加オプションで最高速度の引き上げが可能となっている。C36AMG 以降、トランクリット右側に位置していた AMG エンブレムだが、メルセデス AMG のサブブランド立ち上げに際して、AMG GT より左側に変更された。以降、 各モデルもフェイスリフトやモデルチェンジに合わせて変更されると思われる。また近年のモデルではフロントグリル内にも AMG エンブレムを配置させている。AMG は創業以来から長らく FR の車両のみに AMG モデルを発表し、SUV 以外での 4WD の AMG モデルや FF のクラスには AMG モデルは用意されてなかったが、 2013年に E クラスがマイナーチェンジしたことに伴い、初めてセガンステーションワゴンタイプで 4WD の AMG モデルである E63AMG4 マチックを発表した。また近年、FF ベースの 4WD である A45、クラ45、クラ 45AMG4 マチックが発表され、さらに期間モデル S クラスにも S63AMG4 マチックが 追加発表されるなど、精力的に 4WD 車を展開している。AMG は2015年1月の北米国際オートショーにて、新ラインナップである AMG スポーツを発表した。AMG モデルほどのハードで強烈なパフォーマンスは、必要ない一般ユーザー向けに開発されたモデルである。AMG スポーツは、メルセデスベンツのオプショングレードである AMG、スポーツパッケージ。 AMG ラインとメルセデス AMG モデルの間に位置し、BMW の M パフォーマンスモデルやアウディの S モデルなどに対抗するものと見られる。強化された足回り、ベースモデルより出力を上げたエンジン、AMG スポーツ専用のエクステリアを装備し、社名の数字は3桁となる。その後こちらもメルセデス AMG ブランドとなり C450 が、 メルセデス AMG C43 に GLE450 がメルセデス AMG GLE43 となったことで AMG スポーツは実質廃止となった。これによりリアのエンブレムは左に AMG エンブレム、右に社名エンブレムが関されるようになった。2015年7月22日に C450AMG4 マチック。 C450AMG4 マチックステーションワゴンの導入が発表、前日の7月21日より注文受付が開始された。2016年4月27日にメルセデス AMG GLE434 マチック、メルセデス AMG GLE434 マチッククーペの導入が発表、前者は同日より、後者は8月より注文受付が開始された。 同年6月2日に、メルセデス AMG SLC43 の導入が発表され同日から注文受付が開始された。2016年8月19日に、メルセデス AMG C434 マチック、メルセデス AMG C434 マチック、ステーションワゴンの一部改良とともに、メルセデス AMG C434 マチッククーペが発表され注文受付が同日か。 販売が9月から開始された。現在日本で販売されている車種は下の通りである。欧州にはこれ以外のバージョンやディーゼルエンジン搭載のモデルも存在する。現在の主力は63系のエンジンであり、AMG モデルのほとんどを占めている。基本的に同じ系に属す車種には同じエンジンが搭載されているが、下級器の有無や出力の違いがある。 また2014年に発表された W205 型、メルセデス AMG C63、2016年に発表された W213 型、メルセデス AMG E63 では4.0リットルツインターボエンジンを搭載しているなど、排気量と一致しなくなってきている。日本国内においては、左ハンドル仕様のみの設定が長らく続けられ、 現在も GLE434 マチッククーペ、GLE63S4 マチッククーペ E63、ステーションワゴン CLS634 マチック、CLS63 シューティングブレーク GLS63、4マチック G63G65S63 G G、4マチックカブリオレ S65 カブリオレ S63、4マチッククーペ S65 クーペ S634、 マチック S65SL63SL65 は左ハンドル仕様のみあるが最近では GTSLC43C434 マチック C434 マチックステーションワゴン C434 マチッククーペ C63 セダン C63 クーペ E63 セダンでは左右の選択が可能になり逆に GLE434 マチック A454 マチックグラ454マチックグラ454マチック C63 ステーションワゴン GLE63S4 マチック S63 では右ハンドル仕様のみとなり右ハンドル仕様の設定が大幅に増やされている。AMG 各車種はメルセデスベンツの正規販売店で購入することができる。その中でも AMG パフォーマンスセンターが増設される。 販売店もあり、そこでは、AMG の専門知識を持つ担当者が、在籍顧客サポートをするとメーカーはアピールしている。さらに2017年1月13日には、メルセデス AMG 専売拠点として、AMG 東京世田谷がオープンした。メルセデス AMG のみを専門に販売する世紀、販売拠点はそれまで存在せず、日本が世界初である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。